今度ディズニーランドに行くんですってね。今回は娘が頑張ったご褒美でね。頑張ったって何かあったの？最近習い事でピアノを始めたんだけど、コンクールに出たの。その結果が良かったからお祝いで。ピアノなんて習ってたのね。前は確か水泳とかしてなかったっけ？娘がやりたいって思ったことはいろいろ挑戦させるようにしてる。子供の時の経験って大人になってから役立つものでしょ。じゃああなたはお子さんがやりたいって言ったことは全部させてるの？そんな風に甘やかすなんてどうかと思うけど。別に甘やかしているわけじゃない。ただ私は娘がやりたいと思ったことを尊重したいだけ。私のところは習字とサッカーをさせてるの。それ以外のことはしたいって言っても全部無視するようにしてる。何か理由があるの？男の子で字が綺麗っていいでしょ。だから習字を習わせたかったの。あとはサッカーってかっこいいかな。言ってることはわかるけど、息子さんがしたいことも聞いてあげた方がいいんじゃない？他人が口を挟まないでちょうだい。そんなことより旅行の話をしに来たの。旅行には行くけど、それって茜さんに関係ある？関係終わりよ。しかも旅行先がディズニーランドって聞いたら黙ってられなかった。その旅行私も一緒に行くから。は？ちょっと待って、聞き間違いかな。私たちの家族旅行に一緒に行くって言ってるの？当たり前じゃない。 LINE 見返しなさいよ。それも一緒に行ってもいいとかじゃなくて、一緒に行くって断言してるし。申し訳ないけど一緒に行くつもりはないよ。はあ？なんで一緒に行けないの？理由を言いなさいよ。私の娘と茜さんの息子さん、別に特別仲がいいっていうわけでもないし、娘が気を使うかもしれないし、一緒には行けない。別に子供同士ほっといたら勝手に仲良くなるでしょ。そんな適当な理由で私をごまかせると思わないで。茜さんはどうして私と一緒に旅行に行きたいの？そんなの、なるみさんがお金持ちだからに決まってるでしょ。やっぱり高級タワーマンションに住んでるんだから、お金持ちってことだもんね。だからディズニーランドの旅行代金とか全部出してね。なんでそのお願いが叶うと思ってるの？は？お願いじゃなくて命令だから。どの立場で物を言ってんだよ。なるみさんにとってははした金でしょ。ぐちぐち言うな。はした金とかないから。このお金は娘の将来のための大切なもの。シングルマザーっていうのもあって、お金は大切にしてる。シングルマザーになったのは自業自得でしょ。私には関係ない。とりあえず旅行費用は現地で全部徴収するから、ちゃんと準備しておいてよね。一緒には行かないし、お金も出さないよ。自分中心で物事を考えすぎ。じゃあ当日楽しみにしてるわ。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言う、サバサバとした性格になりました。今 LINE をしていたのはママ友のあかねさん。彼女は自己中なことで有名なママさん。人の意見を聞かず、いつも自分中心に物事を考えている。彼女とは極力関わらないようにしてるんだけど、旅行に一緒に行きたいと LINE が。あれから特に連絡もなかったから無視してたんだけど、旅行当日いきなり LINE が。旅行当日。ちゃんとお金を持ってきたんでしょうね。はい。今日は旅行に一緒に行くって約束したでしょ。そのお金、ここに来るまでのレシートは全部取ってるから、後で払って。なんで私が払うことになってるの？それに約束なんてしてないし。 LINE を見返せばわかるでしょ。適当な嘘言わないで。なるみさんって大手企業に勤めている割には頭悪いのね。喧嘩売ってんの？そういうつもりじゃないわ。事実を言っただけ。気分を悪くしたならごめんなさいね。あなたとは旅行に行かないし、お金も出さないって言ったはず。あなたこそちゃんと LINE を見返せば。それともいい眼科を紹介しようか？うるさいわね。なるみさんがお金を出すことの何が気に食わないの？なるみさんってボランティアとかしないタイプなんだ。ちょっと引く。あなたの旅行費用を私が出す理由はない。お金持ちなんだから、ママ友を助けるくらいいいでしょ。まず一つ、私はお金持ちじゃない。お金持ってるじゃん。娘のために頑張ってお金を貯めてるだけで、あなたのようなハイエナにお金を渡すためじゃない。ハイエナ？それに2つ目、私はあなたのことをママ友だと思ってない。はあ？挨拶もろくにできない自己中心的な人のことは友達だと思ってない。知人程度だね。ちょっと何それ、私のことバカにしてるの？
だからあなたのためにお金を出すことはないって言ってるだけ。そもそも人に物を頼む態度だとは思えないし。土下座でもしろって言いたいのね。してもらったところでお金は出さない。あっそ、だけど私はもうディズニーランドにいるの。ちなみに泊まるホテルも一緒だから、そこでお金は徴収する。なんでホテル知ってるのよ。私はみんなに好かれてるから、情報収集なんてお手の物。簡単に分かっちゃったの、ごめんなさいね。あっそ、もちろんパーク内で買ったお土産だったり食費代も後で出してもらうから、そのつもりで。土地狂ってんのか。それじゃあ楽しい時間を過ごすから邪魔しないで。こっちのセリフだわ。また明日の朝連絡するから LINE ちゃんと見てなさいよ。それじゃああなたの方からは LINE してこないで。バイバイ。次の日の朝、今すぐ現金50万持ってこい。お土産代とかもあるからプラスで10万もよろしく。まだ寝ぼけてんのか、アフォー女。は？お金を払わないって何回言えばわかるの。そのスカスカ頭のスポンジに頑張って吸収させて覚えろ。お金払わないってどういうこと？私と約束したくせに。約束なんてしてないし、記憶の改ざんやばすぎ。どんだけ自分中心で世界が回ってんだよ、アフォーか。なんでお金持ってこないのよ。あんたが逃げようとしたところで同じホテルにいるんだから逃げ場なんてない。今すぐあんたがいる部屋を聞き出してやる。バーカ。どうやって私が入る部屋を見つけ出すつもりなのよ。そんなのホテルのスタッフに聞いたらわかることでしょ。ホテルの人が他のお客さんの情報を言うわけないでしょ。どこまで単線思考なの。友達ですって言えば教えてくれるはず。教えてくれるわけないし、あんまりしつこいと警察呼ばれるかもね。警察？ちなみにあなたどこのホテルに泊まってるの。シュラマルホテルでなるみさんと同じところ。フロントで待ってればなるみさんがいつか降りてくるから、ここで待ってる。でも私の息子も早く遊びに行きたいって言ってるから、あんまり待たせないで。早く来い。私そのホテルには泊まってないから。え？あなたは情報を集めたって自信満々に言ってたみたいだけど、それ誤情報だよ。私は友達が多いからちゃんとリサーチして。私の友達に情報通のママさんがいて、嘘の情報を流してくれた。嘘の情報？ちなみにディズニーランド旅行は来月で、今月は近場の遊園地に来てるんだけどね。わあ、ディズニーランドにも来てないってこと？そういうことだから支払いなんてできない。ちょっと待てよ、私お金ないんだって。お土産代とかは最悪いいとしても、ホテルのチェックアウトができない。知ってるよ。はい？お金なくてチェックアウトできないんだってね。それに昨日の旅行の費用だって、旦那さんの貯金を勝手に使って私からお金を徴収してバレないようにするつもりだったとか。なんでそこまでバレてんのよ。まあバレてるならこの際どうでもいいわ。お金よこせ。この状態でまだそんなことが言えるんだね。なるみさんがお金をくれたら私たち家族は丸く収まる。だいたいなるみさんが旅行に来てないのが悪い。慰謝料としてお金を払いなさい。すごいね、そこまで行くとあんた才能だ。何がよ。自己中の域を超えてるっていうか、自分は漫画のヒロインになったとでも思ってんの。自分中心に世界が回ってないことに早く気づくんだね。たった一度きりの人生なんだから、私が楽しまないと。自分がやってきたことの結果をしっかりとその目に焼き付けてこい。漫画の世界と違って、現実はハッピーエンドで終わるなんてことはないから。何の話してるのよ。それじゃあバッドエンドに向けて行ってらっしゃい。お金貸せ。ゆりとひまわりとあかねのLINE。お金がなくてホテルを出られないあかねさん、こんにちは。お金がないのに泊まろうとするなんて非常識ですよ。なるみさんの金魚の糞の2人ね。どうせなるみさんに情報を渡してたのもあんたたち2人のどっちかでしょ。それはゆりです。ゆりさんの方だったのね。情報通というわけではありません。副産物がたくさん手に入るだけで。はあ？ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに迷惑をかける人のことを許しません。だからなるみさんのことはもちろん、なるみさんに関わった人のことを調べ尽くしています。ますます意味がわからない。なるみさんがいつどこで何をしたのか調べるのは当然のことじゃないですか。なるみさんが少しでも悲しむことがあれば、私は我慢ができません。なるみさんを悲しませた原因を排除しなくては。ちょっと待って、何言ってんのこの人、頭大丈夫？
たまに私も頭大丈夫かなと思うことあるんですけど、大丈夫みたいです。ゆりは頭のネジが2、3本足りないのが通常運転なので。好き勝手言ってくれますね、ひまわり。はっ、頭のネジが4、5本足りないあなたにそんなことを言われるなんて心外です。あなたたち2人ともどっかおかしいのよ。頭のネジが足りてない者同士仲良くできるのね。はあ、頭のネジどころか脳みそがないくせに何を言ってるんですか。あなたの頭は足りないどころかぐちゃぐちゃじゃないですか。え、大体なるみさんに迷惑をかけてヘラヘラしているその根性を見ているだけで腹が立ちます。今すぐにその顔面から笑顔を消し去り、顔もぐちゃぐちゃにしたい。ちょっとほどほどにしないとダメですよ。あ、ちなみにゆりは2年前痴漢から助けてもらったのをきっかけに、なるみさんのことが大好きになってます。なので怒らせるととても怖いですよ。それは知ってるけど。なのになるみさんに手を出すなんて愚か者ですね。所詮はただの女でしょ。あなたに何ができるっていうの。私のことを調べ尽くしてるっていうなら証拠を見せなさいよ。あなたが旦那様の貯金を昨日すべて使い尽くしてしまったこと、そのせいで今ホテルから帰れないこと。それが何なのよ。それをすべてお母さんに言ってもいいんですよ。お母さんに？連絡先を手に入れるくらいユリにとっては朝飯前ですからね。きっとすぐに報告されてしまいますよ。やめてそれだけは。あーちゃーん。なんてね、バーカ。はい？あんなクソババなんて全然怖くないから勝手にして。え、いいんですか？秘密を暴露されたら大変なことになりませんか？私前からあいつのこと気に食わなかったの。だからいつも意地悪してた。人間のクズですね。わざとあの人だけ質素なご飯にしたり、賞味期限切れのものを食べさせたり、誰にも気づかれずに嫌がらせするのって最高。あ、そうだ、ここのお金も全部お母さんに払ってもらおう。うーわ、最低ですね。ほら、どうしたの？私のことを許さないんじゃなかったっけ？どうするの、ゆり。壊れた？そんなこと知ってるに決まってるじゃないですか。え？あなたのことは生まれた時から今の今までどのように成長してきたのかすべて知っています。だからあなたがお母様をいじめていたことももちろん知っています。じゃあなんであの女に連絡するとか言い出したの？知らなかったのに今必死に取り繕ってるんでしょ？嘘つ。何も知らないんですね、あなた。は？ひまわりは姑嫁の家日記というブログを知っていますか？ああ、知ってる！え？え？ブログがめちゃくちゃ有名になって、今ではいろんな SNS でも更新してるやつでしょ？あれ見るの面白いんだよね。ちょっと何の話して。あなたのお母様は携帯やパソコンの使い方がうまいみたいですね。え？そんなの何も知らないけど。SNS にあなたからされた嫌がらせの数々をアップしています。え？ちょっと待って、何をそれ知らない。調べてみたらいいと思いますよ。毎日の日記みたいなのを書いてるので。そこによく嫌がらせをしてくるお嫁さんが出てくるんですけど、それをこっそり裏でスカッと成敗してるんです。ブログを見た方が早いと思いますけど。あった。何、賞味期限切れのものを渡されたから、それを使って料理をして食べさせた。息子の前だからお母さんの料理は最高ですとか言ってるけど、それはあなたがくれた賞味期限切れのものですよって。はぁ、こないだお腹痛くなったの、そういうこと？気が弱いのではなくて、我慢する大人な性格だったようですね。この賞味期限切れのネタ、いつも面白く仕返しするから、みんな楽しみにしてるんです。目の前で食べろって言われて食べたふりするのも上手だし。全部嘘だったの？一番面白かったのが、洋服を破られた時の仕返しで、洋服のタグがついてますよと言って後ろに回り込み、髪の毛を一束切ってしまったというものですよね。そうそう、その時の写真もアップされててすごく不格好だった。確かに美容室に行って自分で髪の毛を切ったんですかって言われた時があったけど、あのババア。
あなたがやっていることと何も変わらないではないですか。だいたい先に吹っかけてるのはいつもあかねさんじゃないですか。みんなお母さんの味方してもっとやれって言ってましたもん。くそー、そんなことよりいいのですか。ご自身の状況は何も変わっていませんが。旦那に事情を説明して迎えに来てもらう。友達に嘘をつかれて置いていかれたって。旦那様には今日そのブログを見せています。は？なんで？それに今から母さんと話をして、それを聞いて離婚するかどうかも決めるそうです。だから迎えには来ません。ちょっと待って、離婚ってどういうこと？母親に向かってあんな嫌がらせをしているんですから当然です。お金も使い込んでますしね。ちょっと待って、少しいたずらしただけでなんで離婚になるのよ。それをちょっとだと思っているからまずいんじゃないですか。ちなみになるみさんに今後関わるようなことがあればもっと地獄を見せます。いや、その待って、なるみさんには今後関わらない方がいいですよ。もしなるみさんに一度でも話しかけるようなことがあれば、あなたの素性をバラしてしまうかもしれません。あのブログ結構たくさんの人が見てるから、バレたら何をされるかわかりませんよ。過激派の人もいるので、家を特定されたら何をされるか。私はいつもあなたのことを見ていることをお忘れなきよう。かしこまりました。ゆりとひまわりのライン。まさかあのブログの登場人物が身近にいたなんて。あ、そんなことよりなるみさんからもらった？ああ、はい。お着物のことですよね。私たちが花瓶をあげたから、そのお返しって作ってくれたんですもんね。私は大切に、誰も触れないようにショーケースを買ってその中に飾っています。私も玄関先に飾ってるよ。でも花瓶のお返しでって返してくれたのに、なんでお着物なんだろう。私たちが家に花瓶を置くとは思わなかったからじゃないですか。なるほど。そういえばこの置物をくれた時になるみさんなんか言いかけてたよね。確か、ちなみに前くれたあれってな。私は嬉しすぎてその時の記憶が飛んでしまっています。その後ユリが気絶したせいで何を言いたかったのか聞けなかったし。私はこの置物を鑑賞しながら2週間はお酒を飲めました。さすがだね。また今度お返しに何か作ろうかな。あ、抜け書きは許しませんから。怖い。その後、あかねさんはお母さんにやってきていた今までの嫌がらせが全部発覚。ブログに綺麗に日記をつけていたからすぐに確認が取れたみたい。そのまま離婚することになった。ちなみにあの日どうやって旅行先から帰ってきたのかというと、お子さんは旦那さんが車で迎えに行ったけど、あかねさんだけは置き去り。自分の両親に頼んでお金をもらって、なんとかホテルを出ることができたみたい。だけどそのまますぐに緊急家族会議が開かれ、離婚の話し合い。必死に謝って土下座までして、ごめんなさいお母さん、もうしません、許してくださいって言ったそうだけど、誰が許すかクソ女って笑顔で言われたらしい。心の中に溜めていただけでめちゃくちゃ怒ってたんだろうね。自分の可愛い息子を傷つけないために我慢してたお母さんだけど、最後にカウンターパンチを決められて気持ちよかったはず。あ、そうそう、こないだ私もお返しに置物を作って渡したんだけど、ユリが倒れて大変だったな。結局前くれた土器みたいなのが何だったのか、また聞けなかったな。ねえ、水木さん、今旅行中よね。麗華さん、そうだけどどうしたの？今旅行中だから急ぎのようじゃなかったら帰ってからにしてほしいんだけど。今じゃなきゃダメなのよ。何？七人のママ友を連れてきたから家族旅行に便乗させて。というかもう豪遊してるから楽しもうね。バカ。え？いやごめん、言ってることがバカすぎて思わず。てか、何言ってるの？もうそのままの意味じゃないの。水木さんが旅行に行くって聞いて私も来ちゃったのよ。それもたくさんお友達を連れてきたの。あのさ、家族旅行の意味わかる？やだ、わかるわよ。でも大人数の方が楽しいに決まってるじゃない。それにね、みんな水木さんのファンなんだから。ファン？そう、一緒に行きたいって言ってたから、じゃあ行って驚かせようって話になったのよ。頭痛い。そう？じゃあ私たちが水木さんの分も楽しむわよ。
いい加減にしてよ。家族旅行の邪魔するって頭大丈夫？本当に迷惑だからそっちはそっちでやってよ。でもみんな一緒がいいって言うのよ。誰よそれ？吉山さん、たかりさん、食い逃げさんとか？吉山、たかり、食い逃げ。わかりやすい名前だね。皆さんとっても素敵な人よ。ね、お友達になりたいでしょ？これもう結末見えてるよね。みんなで手を取り合って明るい未来に進む結末ね。頭の中お花畑もここまで行くとすっごいわ。とにかく家族旅行なの、邪魔しないで。自分が邪魔してるって自覚ないの？でもみんなはどうなるの？7人もいるのよ。彼女たちはみんな水木さんと仲良くなりたいって、その気持ちを考えてあげるべきなんじゃないの？じゃあ私の気持ちはどうでもいいっていうの？もうそういうことばかり言って、わがままは許さないから。わがまま？そうよ、あなたは私の年下なんだから、ちゃんと言うこと聞きなさいよ。麗華さんってその性格のせいで実の妹さんと絶縁したんじゃなかったっけ？何でもかんでも文句つけてたとかって聞いたけど。それは妹が悪いのよ。姉の言うことを聞かないんだから。妹さんにも自由に生きる権利はあるでしょ。もちろん私にもね。いいの？うちは結構裕福だからね。お金でママ友を買えるのよ。あなたの周りのママ友を買収して孤立させるわよ。そんなのに釣られるような友人はいらないよ。それに裕福といっても庭に油田が湧いてるわけでもないし。そういう発言痛々しいよ。あら、いいの？そんなこと言っちゃって、みんなにはぶられて辛い思いしたくないでしょ？だからそんな邪魔な人たちいらないって。麗華さんみたいにすがったりしないよ。まあ失礼ね。あれ、水木さんたちどこに行ったの？さっきまでホテルのロビーにいたわよね。私たち横のレストランで見てたんだけど。きったねえ食べ方してたね。もうちょっと考えたら？ねえ、どこに行ったの？もうお部屋に行った？ここのルームサービス最高よ。お料理も美味しいの。今食べてるレストランのお料理なんだから。はいはい、ゆっくり楽しんでちょうだいね。もう、友達を大切にしないと後悔するわよ。とにかくレストランまで来なさい。あれ、水木さん、ちょっと返事しなさいよね。私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学1年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のにゃにゃ丸と毎日楽しく暮らしているよ。今回は家族旅行に来たんだけどさ、ホテルに着いたら近所のママさんがいたんだよ。しかもやばい集団と一緒にね。麗華さんは直接的に何かをするわけじゃないけど、いつも上から目線で妹さんを母親みたいに説教したりさ、まあ面倒な人なんだよ。だからあんまり近づかなかったんだけど、まさか家族旅行に現れるとはね。それも相当やばいメンバーと一緒にさ。ねえ、水木さんどこに行ったの？いや、とっくに違うホテルに移動したよ。そんな危険な集団と同じ建物に泊まるなんて無理だもの。嘘でしょ？だってキャンセル代がかかるじゃないの。中にはキャンセル代が取られないプランもあるの。私たちは今回素泊まりプランだったからね。まあ事情を説明して系列ホテルに移動したし。なんでそこまでするのよ。いや、なんでそこまでするのかって、一緒にいてもう分かったでしょ、あの人たちのこと。なんか支払いは全部私って言ってるの？こんなのおかしいよね。普通に考えて気づかなかったの？家族旅行に便乗しようなんて連中だよ。まあ麗華さんもその点は同類だけど、同類は同類でもあの人たちはレベルが違うのかな。今私トイレにいるの。トイレ？払わない、自分の分は自分で払ってって言ったの。そうしたらお財布を取られそうになって。そういえば昔妹さんもあの人たちに狙われたことあったっけ？妹さんから話聞いてないの？妹の言うことなんて全部嘘だもの。ああそうですか。じゃあ妹さんは嘘ついてるってことは、その人たちはいい人なのかな？いや、でも水木さんは妹じゃないから。水木さんが言うなら悪い人たちかもしれないわ。いや、何その理屈、とんでもねえな。はあ？その7人組はね、前から私に目つけてたんだよ。私が旅行好きって知って、タダで連れて行けってうるさくてさ、麗華さん経由で近づこうとしてきたか、しつこいね。ええ？でも私はもうターゲットじゃなくなるだろうね。こんなにも美味しそうな人が目の前にいるんだもの。私？
そう、頑固でバカで人の話を聞かなくて偉そうで、それでいてそれなりに裕福だからたかりできそうだよね。ちょっと待ってよ、それって水木さんから厄介者を押し付けられたってこと？失礼な、一緒に旅行に来たお友達でしょ？自分が選んでそうしたんだから仲良くしたら？そんなの嫌よ。あの7人は本当に手強い人たちだったんだよね。ドケチって言ったらケチな人たちに失礼かな。ものすごく意地汚いの、人の皿まで舐め回しそうな勢いでさ。私が旅行好きっていうのを知って、まあ貧乏旅行だったり結婚前の貯金を使ってるんだけど、旅行イコール金持ちイコールたかりができるみたいに考えたんだろうね。ずっとしつこくされていたんだよ。最近おとなしくなったなぁと思ったら玲香さんを使ってたのね。でも玲香さんを使って私に近づく理由もうないでしょ。もっといい獲物を見つけたんだもの。あの七人は相当やばいよ。数週間後。助け。なんかゾンビみたいになってるけど大丈夫？油田があっても足りないわ。何の話？あの七人を養うためには油田があっても足りないって言ってるのよ。いや、養うっておかしいでしょ。だってもう全部食い尽くされる。うちに来て物を根こそぎ持っていくし、今度はうちの実家や旦那の実家にまで行ったのよ。玲香さんの実家は仕方ないけど、旦那さんの実家はかわいそうだね。はあ、どういうことよ。いや、だって玲香さんの妹さんに対する態度全然止めたりしなかったご両親でしょ。自業自得、因果応報ってやつじゃないの。本当は水木さんがこうなるはずだったのに。いや、ならないよ。私は一瞬だってあの人たちを受け入れたりしないもの。ああいう人たちはね、一瞬でも油断するとすぐ入り込んでくるから。そんな人たちと旅行ね。いやいや、恐ろしい。ピンポンが鳴った。いや、助けて。案の定、玲香さんたちはあの七人に完全に取り憑かれてしまったんだよ。玲香さん夫婦のご実家にまで被害が及ぶって、恐ろしい。だからさ、誰にでも優しくしたり仲良くしたり、そういうのはダメなんだよね。ちゃんと人を見てからにしないとダメなんだって、本当に強くそう思うよ。さて、その後なんだけど、結局玲香さんたちは逃走。このままじゃどうにもならないからね。お子さんだけ遠縁の夫婦に引き取ってもらい、玲香さん夫婦と両実家が引っ越し。いや、すごい被害だわ。数ヶ月後。恨めしや。塩巻こうか、日本酒も。待ってよ、巻くならちょうだい。え、今はお塩だって買えない生活してるんだから。いや、玲香さん久しぶりだけど、どうしてたの？それが逃げたんだけど、お金なくなってしまって、今はみんな同じワンルームのアパートに住んでるわ。玲香さん夫婦と双方のご両親が？違うわよ、さすがにそれぞれ別の部屋よ。ああ、そうなの。じゃあいいじゃん。よくないわよ、こんな狭いところ。住めば都って言うでしょ。私も旦那と一緒にワンルームに住んでたことあるよ。狭いけど楽しかったな。じゃあ水木さんの家と交換しましょう。はあ、調子乗んなよ。ひい、だってまさかこうなるなんて思わなかったの。私はただ良かれと思ってしただけだったのよ。みんなが水木さんと仲良くなりたいって言うから。へえ、人にいい格好するために私の家族旅行を邪魔しようとしていたの？いや、それは、でもほら、マジで意味わかんねえ。家族旅行ってさ、すごく大切な時間なんだよ。そんな時間を当たり前のように邪魔しようとする人間なんてさ、そりゃ因果応報で悪い方向に行くことになるでしょ。じゃあ私いいことするわ。すれば？すればって、どうしたらいいの？邪魔しようとした人間に助けてもらおうと思うなよ。ずうずうしいんだよ。じゃあお友達になって、それならどう？頭の中に苔でも生えてる？お友達どころかもうブロックするよ。ブロックするの忘れてただけだし。なんで？いや、むしろこっちがなんでって聞きたいんだけど。どうせバカにしてた妹さんの警告だからと思って聞かなかったんでしょ。だってあそこまで害虫みたいな人たちと思ってなかった。思ってなかった、知らなかった。まあ今となってはもう遅いよね。そういう生活になっちゃったんだもの。その生活の中で楽しみでも見つけたの？いやー。その後。しかしすごいな、一人でもやばいのが7人だからね。
相当食い尽くされたみたいだよ。妹さんはとっとと逃げて無事だったからせめてよかったかな。結局麗華さんたちは逃げたわけなんだけど、そこにまたあの7人が現れてね。でも最終的には全員逮捕で終了したよ。麗華さんたちが逃げたことでもっと過激になったみたい。無理やりアパートに入ろうとしたり物を盗もうとしたり、一体どういう人たちなんだろうって思ったでしょ。あれだよ、服着てないような盗賊だと思うとしっくりくるかも。旦那や親も揃ってヤバい人、突然変異でドキュンになった人、いろいろいるけどさ、マジでこういう人には関わっちゃいけないね。シーラネット、ちなみに今回の家族旅行中、妹が我が家に泊まってくれてたの。猫のニャニャマルがいるからね。寂しくなっちゃうから旅行中は誰かにお留守番お願いするんだよ。家に帰ったらソファーで妹とニャニャマルが寝ててね。可愛いものと可愛いものが合わさって激可愛い。300枚以上写真撮っちゃった。私は3姉妹だからさ、姉にもこの写真送ったんだ。なんか待ち受けにしてるらしいよ。まったく、お姉ちゃんってはシスコンなんだから。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。